はい、今年はですね、1月5日の月曜日から営業を開始したんですけれどもね、年末ギリギリまで結構、役員報酬最適化を活用した、特にシニアの経営者の方からの、年金支給停止解除のご依頼をいただいたものがあったんですけれども、年始ですね、1月5日からもですね、結構お問い合わせいただきましたね。で、この日は導入比較とか導入支援の申し込みもですね、ありました。だからまだ、1月第1週、まだそれほどね、本格的に仕事が始まっていないうちにですね、急いで、ご依頼いただいたということもあるのかなと思っています。